こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回皆さんにご紹介したいのは、ここにかけてますけれども、このジャケットはアウトドアブランドのチャムスから、マウンテンパーカー、通称キャンピングパーカージャケット、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。まあ、ご覧のようにね、もうオーソドックスなマウンテンパーカーなんですけども、こういった色とデザインになっているんですけども、まずこのジャケットの生地から説明したいと思ってるんですが、この生地ですね、この生地はいわゆる、マウンテンパーカーに適していると言われている64クロスっていう生地で作られています。64クロスの6っていうのが綿が 60%、 4っていうのがナイロンが 40% の、黄金比と言われている生地で作られているんですね。この64クロスという生地がこういうマウンテンパーカーに一番適しているっていうのは、まあ、一つの理由があって、まあ、こういったマウンテンパーカーを着て、例えばキャンプに行ったり山登りをしたりします。山に登っていくと、まあ、天候がねガラッと変わったりします。急に雨が降ってきたりするわけですけども、そういった雨が降ってきた時に表面が濡れるんですね。濡れると今度はその 60% の面が膨張します。膨張してそれ以上雨が入ってこないようにということで密閉されるわけですね。そして今度天候が回復して晴れてきます。晴れてくるとその今度のその膨張した面が元に戻ろうとします。元に戻ろうとするとなると、今度その面とナイロンの間に隙間が生まれます。隙間が生まれて内側にこもっていた湿気が外に出してくれる、そういった機能を持ったのがこの64クロスと言われている。これは一番マウンテンパーカーに適していると言われているんですね。ただこれ勘違いしがちなんですけども、このジャケットを着て雨でも平気かというのは実はそうではないんですね。本当にその土砂降りだったとか雷雨になった場合には、当然もう雨は染み込んできます。そんな時はこのジャケットの上からまたこのレインウェアを着て雨をしのぐしかないんですね。ある程度の機能は持っていますけども、完全防水ではないということですね。ここはちょっと勘違いしがちなところなんですよね。そして細かいところを紹介したいんですけども、まずここにこういうふうにポケットがついていて、このサイド両サイドにこのマチのついた大きなポケットがこういうふうについています。フラップ付きのポケット、かなりの量が入るようなポケットになっていますよね。こういうふうになっていますが、両サイドについています。そして袖のところにはこういうふうなマジックテープで調整するようになっている。ここである程度こう腕をね絞って調整するように、ここには、ドローコードがついていて、このフードの部分、このフードの部分をこのドローコードで調整するようになっています。裾のところもそうです。裾のところもこの部分、この部分もこういうふうにドローコードがついていて、ここをギュッと絞れば下からの冷たい風を遮断してくれるというふうになっています。で、中を見ていきましょう。中はこういうふうになっていて、白いな、ジッパーで作られているんですけども、こういうふうに裏地がついています。この裏地、こうチェック柄の裏地がついていてね、こういうふうに触ってみると少し起毛されたような感じになっているので、非常に保温性の高いタイプになっています。そのところはこういう赤い、斬新な赤いこのポリエステルの生地で作られているんですね。まあ、この部分がちょっと起毛されていますので、非常にその保温性が高まっています。1枚よりもこの裏生地を入れることによって、かなりその保温性が高まっているというのがこのジャケットの特徴です。だけども、本当にその真冬、雪が降るような時にキャンプをしたいというとなると、本当の真冬のキャンプとかになると、まあここにありますけど、こういうふうなね、これ体温なんですけども、こういったインナーダウン、こうやってインナーダウンを入れてやると本当に真冬でも対応できるので、本当にその零下何度みたいなところに行くときにはこういう風なインナーダウンを入れてもらうといいと思います。そして裾のところにはこういう風なワッペンがついています。実はこのジャケットで、ね、この最大の特徴がここなんですよね。これ40周年と書かれています。いわゆるこのチャムスが誕生して、今年で40周年を迎えたということで、このジャケットはいわゆる限定作品なんですね。その40周年を記念して作られたマウンテンパーカーになります。バッグを見ていきましょう。バッグはこういう風になっています。このデザインが、このジャケットの最大のポイントになります。こういう風なデザイン、いわゆる40周年、40イヤーと書かれる40周年の記念モデルということです。いわゆるこのブービーバードが描かれていて、ここにチャムスと書かれています。でここにはこういうふうにデザインがされていますけども、これはチャムスの発祥の地アメリカのユタ州にあるザイオン国立公園をイメージしてデザインがされているというのがこのタイプになりますね。チャムス40周年記念のマウンテンパーカーになります。もう一つ隠れたデザインがあるんですね。それをねちょっと見てほしいと思うんですけども、ちょっと分かりづらいんですが、まずここにこういうふうな丸いカッティングがしてあります。丸いカッティングがこういうふうに連なってきて、今度こちら側にもこういうステッチが入っているんですね。そして最後こういうところに丸くなっています。こういうふうに丸くなっている。
これをね、よく見てみると、いわゆるグービーバードが描かれているんですね。ここが頭の部分で、ここがくちばしの部分なんですね。これでお腹の部分がこういう風になっている。ちょっとわかりづらいんですけど、こういう風なカッティングがされていて、グービーバードが描かれているっていうね、ちょっと隠れたデザインが施されているということになります。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。私、身長168センチ、60キロの体型で、L サイズを今からちょっと試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまた、この商品の詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回はアウトドアブランドのチャムスから40周年を記念して作られたマウンテンパーカー。こちらは今回は紹介をしていきました。